この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。そんな人たちへの罪悪感を抱えることとなった昨日の夜。さて、どうしてこんなことになってるのでしょうか。確かに、どうしてこんなことになっているのでしょうか。私の部屋にはものすごいフクレッツラのスベ先輩がいます。しかも大きなキャリーバッグを持参しているのです。家でかっていうことなんだよ。どういうことなんだよ。そしてドンという効果音とともに私に顔を近づけてきます。おー、綺麗な顔立ちですね、などと考えて少しの間だけ現実逃避をします。ですね、しかしいつまでも現実逃避をしているわけにはいきません。そろそろ話をまとめなければなりません。スベ先輩のかなり分かりにくい感情のこもった、主観的説明をすると、ミク先輩と喧嘩して家出をしてきたと。はい、そうなんだよ、家出だよ家出。あんな分からず屋のミクと一緒に暮らせないんだよ。そうですか。ホームステイ先から家出するなんて、世界広しといえどスベ先輩くらいのものでしょう。ちらっと私は部屋の片隅に置かれている大きめのキャリーバッグに目を移します。どうやら本気のようです。本気でスベ先輩は家出をしてきたようです。しかも私の家に。あ、ミク先輩だ。ミク先輩から私宛にレターが来ていました。もちろん全て愉快な仲間たちというグループへの投稿ではありません。スベいる？家出してきました。そう、追い返す？父に説明したら笑ってオッケー出してくれました。迷惑だったら叩き出していいから。さすがにそれはしませんよ。スベ先輩は一旦我が家でお預かりしますね。ごめんなさい、迷惑かける。いえいえ、お気になさらず。もしかしてミク？そうです。なんて言ってた？さて、どうしましょうか。ミク先輩の、そっけなさすぎるレターはいつも通りですが、そのまま伝えてもいいものでしょうか。だけど下手に言葉を飾ればミク先輩っぽさがなくなるのは間違いありません。いつも通りでした。結局そう伝えるのが一番だと判断します。そう、分かった。そのリアクションを見るに私の選択は間違えていなかったようです。あのバカ。あれ、過去から届いたレターを読んでから私はため息を深く吐いた。その表紙に咳き込んでしまったのはきっとすべに呆れ果てたためだろう。あ、ことの始まりはこうだ。なんで私のお菓子を取ったの？せっかく後で食べようとしてたのに。そうきたか。
リビングに行くとそんな声が聞こえ、睨み合うすべとニューが見えた。またかとため息を吐いてしまう。すべ、今度はどうしたの？聞いてよミク、ニューが私のお菓子を取ったんだよ。私の問いかけに一人と一匹が同時に答えようとする。なんというか頭が痛い。とりあえず最初から話しなさい。どうしてこうなるまで止めなかったのかと、リビングの片隅にいるウーバーに視線を向ける。しかし彼女は柔らかい笑みを浮かべるだけだ。好きにやらせていたということか。あのね、ふくれっ面のままスベが事情を説明し始める。どうやら食べかけのお菓子をテーブルの上に置いたまま何かの用事で席を外したらしい。そして戻ってみるとニューがそれを食べてしまっていた。でそれが喧嘩の発端らしい。あんたね、お菓子を置いたままにしないって何度も言ってるでしょ。前々から注意しているのになかなか治らない悪癖だ。それはそうだけどさ、食べたニューが悪いんじゃん。お菓子に名前を書いておけって無理に決まってるじゃん。何？今ニューはそう言ったの？いや、スベのことだから、本気でニューの鳴き声を理解している可能性を否定できないのが怖いんだけど。犬と本気で喧嘩しないの。ああ、頭痛が本格的なものになってきた。なんというか気も重いし、それに引きずられるように体も重い気がする。とにかく前々から言ってるでしょ、物を置きっぱなしにしないようにって。服もスマホもゲーム機も。何度言えばわかるの？それとこれとは関係ないじゃん。関係が大ありでしょ。そうやってミクはニューの味方ばっかりする。あのね、そういう問題じゃなくて。あ、本当にスベの母親になった気分だ。私だってすぐに戻るつもりだったんだもん。だとしても行く前に食べちゃえばいいでしょ。だってそしたらミクに。私が何？なんでもない。それよりもミクは厳しすぎるよ。厳しいってあんた。ダメだ、頭も痛くて体も重い。風邪ひいとるやん。それだけ今の私はすべに憤りを覚えているみたいだ。だからなのだろう、自然と言葉も厳しくなってしまう。そもそもそんなこと言われるあんたが悪いんじゃない？私が厳しいって言うけど、そう言われる自分に問題があるって少しも思わないわけ？それはそうだけど、ミクだって。とそこからはただの口喧嘩になってしまい、私に散々厳しく言われた、スベは涙目になっている。言い過ぎたかなと反省しかけるのだけど、も
もいい。ぽつりと寂しそうに言ってから、スベはリビングを出ていく。子供か。自室に引きこもるつもりなのだろう。私ですら小さい頃に2、3度しかしたことがない行為だ。そう思っていたのだけど。スベ、その荷物は？実家から戻ってきたスベは大きなキャリーバッグを持っている。家でする。は？いきなりのセリフに私とニューは同時に間抜けな声を出す。今までお世話になりました。吐き捨てるように言ってからスベはリビングを後にした。ちょっと何それ。え、冗談じゃなくて？留学生が家で？全くもって意味不明だ。それよりもお前風邪。ていうかあの年で怒られて家出って。ちょっとスベちゃんどうしたの？スベと入れ替わるようにして母がリビングにやってきた。家でした。あ、家で？ポカンとした表情になった母だったけれど、すぐに、楽しげに笑い始める。スベちゃんらしいわね。ん？笑えないんだけど。母親メンタルやば。そんなことないじゃない。だって家出よ、家出。繰り返さないでもいい。そんなに楽しい？だって家出するってことはこの家を本気で自分の家だって思ってるってことでしょ。おー、そういう考え方もあるか。母親すげえな。ミクママやば。かっこいい。だから楽しいっていうよりも嬉しいかな。そう、ミクママ強母の言葉に感化されそうだったので、私は話を一方的に打ち切ることにする。ウーバーが迎えに行くのかという視線を向けてくる。迎えには行かない。勝手にすればいいそう口にした拍子に割と大きな咳をしてしまう。喧嘩の相手であり家出の原因の一つになったニューだけど、心配そうにスベが出ていたドアを見つめている。まったく、そんなに心配するようなら喧嘩なんてしなければいいのに。そんなこと言うならニスモだべ。私の内心を見透かしたようなウーバーの言葉。この曽祖母、曽祖母にだけは絶対に逆らわないと誓っているのはこういうところがあるからだ。ニスは免稽古だな。いい子だ。何それ、意味わかんないわよ。そう答えてから私は再び咳き込んでしまうのだった。これで風邪ひいて、まあ次の日でもいいけど、今夜でも次の日でもいいけど、熱がドーンと出て寝込むことになるわけやろ。で、スベはそれを知って、看病に行きたいけど家出の件があるから素直になれない。じゃあそれを誰が一体アプローチするのかしらっていうのがちょっと今回のこの筋やね。ニューに食べられたお菓子はミク先輩にも分けようとしたんですか？どうやら美味しいおまんじゅうだったらしいのですが、あいにくと1個しかなかったそうです。そしてそれを一緒に食べようと、ミク先輩を部屋まで呼びに行ったのですが、いなかったとのこと。それでリビングに戻るとニューに食べられてしまっていた。っていうか、おまんじゅうを丸々一個食べるって大丈夫なの？変な意味でニューを心配して、しまいます。どうしてそれをミク先輩に言わなかったんですか？テーブルに置きっぱなしにしていたのは悪いことですけど、理由を説明すればミク先輩も分かってくれるとは思うのです。言い訳してるみたいで恥ずかしいじゃん。いやいや、話を聞いてるとめちゃくちゃ言い訳してますよね。
どうやらスベ先輩の中ではよくわからないけど、明確な線引きがされているようです。ミクのために残しておいて、それがニューに食べられたって知ったらさ、ミクが私を怒ったことを悪かったって思うかもじゃん。それは、いや、言いたいことはわかりますよ。そこまで、ミク先輩を思いやれるのに、どうしてミクは口うるさい、ミクは厳しすぎるなんて口にできるのでしょうか。もしかすると、スベ先輩が子供みたいな言い訳をするのは、自分が悪いと自覚していることに対してだけなのかもしれません。そう考えると、いろいろとつながってきます。どんだけミク先輩のことが好きなんですか。もうなんというか、かわいいな、スベ先輩。過去も私が悪いって思う？そうですね、どっちも悪くはないと思いますよ。そうかな。そうですよ、だからまあ、どう言えばいいのでしょうか。下手に褒める、慰めるのもおかしいですし、どっちかに肩入れするのは当然 NG です。気が済むまでここにいていいですから。そして結局口にした言葉は何の解決にもならないようなものでした。それじゃあ電気消しますけど、いいですか。うん、大丈夫だよ。ごめんね、ベッド借りて。気にしなくていいですよ、スベ先輩はお客様ですので。ベッドじゃないと眠れないスベ先輩にそれを譲り、私は床に布団を敷くことにしました。客間はいくつかあるのだけど、今はエアコンもなければベッドもない状態だ。さすがにそこにスベ先輩を寝かせるのは気が引けるし、私もそんな部屋で眠るのは嫌だし、ということで今のような状況になっているわけで。あのさ、カコ。はい、どうしました。電気が消えると、スベ先輩が小さく私を呼びます。ありがとうね。いいんですよ、スベ先輩は私にとって大事な先輩ですから。そっか、過去も私には大事な後輩だよ。そう言ってもらえて嬉しいです。この言葉に嘘はない。出会ってからの短い期間で私はこの先輩が大好きになっていた。強引で臆病で調子に乗りやすくて子供っぽいけど、優しくて思いやりのあるスベ先輩を。それからね、スキー部の写真を見たよ。かっこよかったね。ありがとうございます。でも褒められると照れちゃいますね。経緯はどうあれ、私がスキー部に入ったのはスベ先輩によるところが大きい。それに対して恨むことはない。だけど全面的に感謝もできない。だけどもっともっと過去がスキー上手くなれるように応援してるね。ありがとうございます。私もスベ先輩がアイスホッケーを上手くなれるように応援してますから。いつの日か、スベ先輩に全面的に感謝できるようになれば、それはきっと素晴らしいことなんでしょう。